はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は天空中央高校で、初心者さんにねおすすめの天空六股デッキっていうのを、やっていこうと思います。で、天空六股デッキっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、その名の通り、彼女キャラを6人引き連れてくるというところで、ね、ポイントは SR がね揃ってなくても、それなりの経験点を叩き出せるというところにあります。で、ただね助っ人枠に関してはちょっと SR キャラを連れてきていただきたいというところですね。で、あと騎馬妹のSR を連れてきてるのは、騎馬妹って配布してたじゃないですか。で、まあ俺はちょっとプラゴになってるんですけれども、騎馬妹もまあみんなわりかし持ってるかなと思いますので、一応それを前提にして、あとはもう普通の R を適当にぶっ込んできました。で、まあ彼女キャラはね、まあ R とか、まあ、最悪 PN とかでも全然大丈夫なので、とりあえず6人揃えるというところで、連れてきてもらえれば、そのエンジェルフラッシュっていうのでね、経験点がかなり叩き出せるので、初心者の方にも、おすすめになってます。で、今回俺ミサちゃん連れてきたのは、ミサちゃんはねイベントでねパワーヒッターをくれるんですよ。なので、基本的にどういう感じで選んでいただくかっていうと、まあ、欲しいコツとかですねで選んでいただければいいと思います。で、ミサちゃんは経験点も高いし、パワーヒッターのコツとかもくれるので、今回お借りしてますというところになります。じゃあまあこれでやっていきましょう。とりあえずで、まず一番最初は特に天空中央のコマンドが出てないので、監督をね俺は追います。あの女の子に夢中になりすぎるとね監督評価がね足りなくなる時があるんで。あ、そうか、あとねできればね恋愛成就のお守りは持ってきてもらいたいと思います。まあ、余裕がなければねちょっとしょうがないんですけれども。で、基本的にその彼女で最後エピローグポイントくれるじゃないですか。で、ただ全員からねマックスでエピローグポイントをもらおうとするとそれはね無理なんで、とりあえず今回は SR キャラの2人についてはマックスでもらいたいと。で、他のキャラについては、まあ、井戸端とかもね起こったりするんで、まあ、ある程度おまけというところで考えていこうと思います。で、エンジェルっていうのが現れたんで、最高ね12人のエンジェルを引き連れることができるんですよ。で、そうするとサイリさんとヒカリちゃんの2人はマネージャーキャラなんで、マネージャーっていうかその天空の、マネージャーキャラなんで最初からいますと。で、そこにイベントデッキとして組み込んできた彼女キャラが最初から出現してるんで、これで8人ですね。で、エンジェルナインは12人揃えます、早いうちに。なので本当に俺は何でしょうかね、その SR の彼女キャラのイベントがなければ勧誘しちゃってます。3人とかいるんだけど、まあ、これは最初なんで発掘を中心に行きましょう。で、パワフル高校で小筆を勧誘します。あとね、そう、経験点がねなるべくばらけた方がいいと思うんで、キャラによってそのくれる経験点決まってるんで、経験点っていうかその敏捷に偏ってるとかそういうのがね決まっちゃってるんで、なるべくそこはねちょっと、ネットとかで調べてもらって偏らないようにですね、なるべくまんべんなくもらえるように、作っていきたいと思います。ただ俺 R で持ってきた人たちマジで適当にぶっ込んできたから、まあ、そこら辺はね、調整しながら進めていきたいと思います。で、騎馬妹はまず筋力をくれるキャラでしょ。で、小筆は、精神をくれるキャラで、あとはどうだろうね、敏捷はねマネちゃんとかを連れてくるといいかもしれないですね。ちょっと待ってね、一応練習を見るに、お、4人いるじゃんこれさ4人いるとねエンジェルフラッシュって言ってすげえハートを放出してくれるんですけど、どうだろうね今の状態でやると。ちょっとやってみる。まあこんなもんか。で、まあ、このハートが放出されてそれを回収すると経験点になるっていう、まあ、そんな感じですね。で、その各エンジェルにはねレベルがあって、まあ、レベル1からレベル3まであるんですけれども、もちろんレベルが高い方がハートの放出量とかが多いんで、
まあまあ、なんかそれなりって感じだね。で、特に騎馬妹とかもまだ出てないんで、あとね、経験点をね捧げてレベルを上げていくんですけど、その際にね評価が10上がるんで、まあ、これでねだいぶ初期評価が楽になりますね。まずはミサちゃんと騎馬妹を上げて、もうクリスマスにね、間に合わせると。あと発掘は先にしておくか。ちょっとマネちゃんを発掘しておきましょう。黒金、まあ、ゆかり様をね入れてるんで、マネちゃんが確実に出てくれるんですけど。で、発掘した際にさっきエミリーが来たじゃないですか。あの高校に出てないキャラはランダムでエンジェルナインに加わったりします。で、その際は好感度とかね上げなくても勝手に加わってくれるんで、まあ、それが発生すれば結構楽ですね。で、今は9人、エミリーちゃんが加わったんで9でしょ。10、11、であとその好感度を上げてくれるのは、まあ、虹谷とか、まあ、矢部くんとかも、東雲とかはねそうなんですけれども、まあ、一緒に練習した時に、ランダムで好感度を上げてくれたりします。どうしようかね。筋力2つか。評価とかねあるけどね、スカウトさんの評価が上がるし、ちょっと練習する。虹谷がこれで行ってくれればなおよしなんだけど。で、ここでねポイントとかくれるんで、いけ虹谷。カリンちゃんか発掘してきたな。だからね、2人とかね3人とかね行ってくれるとめちゃ楽ですね。まあ、絶対行ってくれるかって言われるとそうではないので、まあ、そこもちょっと運が絡んでくるんですけど、まあ、騎馬妹ここでね発掘要員がいれば練習してもねよかったんだけど、どうしようか。ここ発掘要員が3人いるね。雷と東雲と矢部くん、女性キャラはいないんですけど、まあ、筋力2つと敏捷1つ浮いてるんで、回収しつつちょっとやりましょうか。じゃあ、まあ、ここはね本当にケースバイケースになっちゃうんで、いけ東雲小筆、よし雷いけ小筆、オッケーで、小筆ちゃんが仲間になりましたと。矢部もいけ。矢部はいかないか。これで今何人になった。10人、あと2人、出ている2人でいいのか。もうねチームメイト評価とかどうでもいいからねしぐれちゃんがいて、どうだろうね。ここはちょっとエンジェルを勧誘しに行きますか。マネちゃん、で練習でミサちゃん、ミサちゃん評価上げますか。矢部くんもいるからね。矢部くんがマネちゃんを勧誘してくれれば嬉しい。矢部いけ、いかないシャイだね今回の矢部くん。矢部くんとかねたまに評価下げてくるんですよね。まあでも矢部くんもねよく頑張ってくれるよ。今回頑張ってないけど。監督か。監督雷矢部くん、どうしようかな。ここでやろう。ちょっと、あ、経験点溜まってきたからあれだね、エンジェルのレベルを上げた方が良かったね。よし雷いけ。20か、少ないな。やべえマジで働かないなあいつ。で、じゃあミサちゃんいきますか。あとはもうちょっと上げられるキャラから上げていこう。基本的にもうレベルは早々に3にします。エミリーちゃんもいけるかな。しぐれちゃんもいけるかな。しぐれちゃんはね技術をねめちゃくれるんですよね。体力がないんでミサちゃんは乗りましたね。
3人まあここは勧誘しましょう。じゃあマネちゃんを連れてきちゃいましょう。ブブ漬け、これは何がいいかな。積極打法だっけ、一番下で、まあ、これは通常イベントだからねいいんだけど、もう R のイベントとか全然わかんないんだよね。そういえば、あ、コンボ、この2人コンボあるんだ。どうしようかな。ゆかり様どれくらい損したのって、ゆかり様の評価とかちょっと上げていきたいけどね。どうしようか、まあ、ゆかり様の評価でも上げていく、多分いいと思うけど。これでおお上がった。お、逆胸骨もらえんだ全然全然調べて、あ、キワイモート乗ってねえじゃねえかよ。ね、シノノメがいるんでここは練習しましょう。こうやってねハートを放出してくれるんで、あとはそれを回収していくと。でエンジェルがねいっぱいいるところで練習した方が放出量が上がるみたいなんで。ちょっとカリンちゃん評価度は評価が上がんないな。 OK、 ミサちゃんの告白が来たんで、まあ、あとはあんまり気にせず練習していきましょう。もうハート回収ですね、ハート回収。だから SR キャラをね結構多めに連れてくると、あれなんですね、クリスマスでちょっと予期せぬ人とかが来ちゃったりするんで、そこは調整が必要かもしれないですね。でせっちゃんは彼女にした時に初級骨くれるでしょ。だから R キャラはちょっと1人くらいマックスでいきたいよね。お、これはねどうだろうね、話を止めるとねみんなの評価がめちゃ上がるんですよ。チームメイト評価はね下がるんだけど、はっきり言ってチームメイト評価どうでもいいからねじゃあいきますか。ちょっとせっちゃんがレベル1だね。レベル1のキャラはレベル2にしましょうか。小筆は早々にレベルマックスにしておこう。でそうすると小筆の出現ハートが白になるんで、これで精神が出るという感じになります。あとは精神が足りないか、割とね精神不足になるんですよね。ハートが集まってるところがいいんだけど、なんとも言えないな。敏捷ポイント稼げそうだね、ここ人がいないけど。どうしようかな、かりんちゃんをもう終わらせるか、それともよしこれでいこう。これでエンジェルナインが12人マックス揃ったんで、あとは全員のレベルを上げて、ハート回収を狙っていきましょう。これはここにするか。これはせっちゃんちょっと狙っていきたいね。ここもわりかしいいのが浮いてるな。あ、3人いるか、放出させるっていうのも手だよね。ミサちゃんか、いや放出させとこう。だから回収を優先するか放出させるか、まあ、ここのね選択もちょっと慣れてこないとなかなか難しいんですけど、ちなみに俺も天空中は全然慣れてないんで若干手探り感はまだありますね。サイリさんね持ってれば最後にね広角打法くれるんでそれもいいんですけど、ここいいね、回収しに行くか。あれサイリさんってそういえばまだマックスじゃなかったね。だから俺もねあんまりねちょこ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 見ないんで、ゴシップガール、だから木村ちゃんとかねイベント結構たくさんあるんで、まあ、経験点にはなるんでそういうのはいいと思います。光ちゃんも上げて、精神が足らんマジで。あとは誰、
せっちゃんか、せっちゃんまだ10上げられるんだよね。そうすると評価的に3人、まあいいか、放出しよう。ここはすげえ細かいのをめちゃくちゃ出すな。そのでっかいのを出してくれるか細かいのを出してくれるかっていうのもね、キャラによってもう決まってるんで。あとね、ラブパワーとかはねめちゃくちゃ発動したりするんで、基本的にずっと練習できますね。鴨川画伯、これどうすればいいんだ。なんかこれだといい感じなんだよね。で12月の3週、これはどうすればいいんだ。これか。おー、いいね。まあ、やる気を上げてくれるのはいいですね。どうしようか、ここにする。エミリーちゃんとかって大丈夫だよね。まあ上げられるのは全員上げてやるか。あとはちょっと精神が溜まったらせっちゃんの評価を上げていかないといけないんだけど、まあだってこれだけでもね、いくつ ?30、60 くらい手に入るからね、経験点。練習プラス60だからね。タックでもさ、プラス60って、なかなかないでしょう。さらに回収できればね、1回の練習で100ポイントとか超えるからね。あとは3人。あ、ここ結構。ぷよぷよ浮いてるね。ここも浮いてるねどうしようか、ここ回収しよう。あの精神のでかいやつがあるんで、よしよしよし。筋力が赤いやつで、敏捷が青いやつ、技術が緑のやつで、精神があのちょっと白っぽいやつですね。でミサちゃんのイベントで、まあ、次なんですけどパワーヒッターはもらえますと、まあ、経験点もねすんげーくれるんで、まあ、ミサちゃんはやっぱりおすすめですね。まあ、もし自前でね持ってればいいんですけれども、自前で持ってなければ、まあ、ミサちゃんをお借りするのは俺はおすすめします。ただまあやっぱりね、金徳がね直撮りをしなきゃいけないっていうところがちょっと辛いですけど、あ、ちなみにね金徳はねそんないっぱい取れないです。まあ、もともと R しか連れてきてないんでそうなんですけど、まあ天空専用の、あ、ちょっと待って精神ポイントをちょっと先に使っちゃおう。天空専用の金徳1つプラス、デートで1人くらいなので、まあ2つか多くても3つとかですね。どうしようかな、ここら辺とかも回収したいんだけどな。木村ちゃんが評価乗ってるのか、ここいいね、ここにしよう。だからね、年明けくらいから結構こう安定して経験点を稼ぎ出せる感じになるかな。それまではもう本当にね下準備ですね、下準備で。キバ妹も彼女にします。まあ、もちろん彼女にねできるキャラはもう全員彼女にします。で天空六股って言うけどね、多分ね6人はねそもそもね彼女できないと思うんですよ。そのイベント的な関係で消化しきれないと思うんで、まあ、今回特にね木村ちゃんとか重いキャラも入れてるんで、あ、せっちゃんまだ乗ってないのか。あ、ここすげえ浮いてんな。どうしようかな、こっちかこっち、こっちだな。しぐれちゃん、しぐれちゃんは告白2回なんですけど、あれデュアルショック4が解除されちゃった。コントローラーがなぜか解除された。で、ここら辺も評価上げていきましょう。まあ、経験点プラス評価上げで、体力がちょっとなくなってきた時には
まあ、回復をね回収しつつ練習をしていくかで、天空中央のこのねエンジェルがいるのって6月の4週までなんですよ。で、7月の1週から7月の4週まではまあ一応あのデートができるじゃないですか。そこで4回もう全部デートに費やします。タッグが組めないんで練習する必要ないんで。で、そうすると金徳をもらおうとすると1回ねどっかでデートを挟んでおかないといけないんで、どうしようかな。ゆかり様もまあ乗ってないっちゃ乗ってないのか。 5% か。3人いるんだけどな、どうしようかな。悩みどこだね。ここにしよう。おー、でっかいの来たね。ひかりちゃんもでっかいのくれるタイプだったっけ。今何人彼女になってんだっけ。まあロードワークに出よう。下で回復できるっちゃできるんだけど、ここは一回ミサちゃんとデートしておきますか。2人かまだで、ミサちゃんのいいところはカラデートがない。そう、最後ね、4週連続でデートをした時にカラデートが1回でも挟むと金徳に持ってけないんで、まあ、そういう意味でもね、ミサちゃんおすすめはできますね。でね、あとね、しぐれちゃん、もししぐれちゃんを一番評価高くして、バレンタイン迎えて虫歯をもらうと、バレンタインのね翌週から合宿が始まるんですよ。虫歯になったままね合宿が始まると虫歯直せないんで、虫歯をねよこしてくれるキャラを彼女にしようとするとちょっと気をつけた方がいいですね。ここどうしようかな。木村ちゃんで回収するか。これはね結構稼げると思います。木村ちゃんいろんなの出してくれんね、結構いいかもな。ほらこれで24、72、12でしょ。100くらい手に入るからね。練習経験点プラス100ポイントっていう。ロードワークに出るか。こればっかり来るな。まあバレンタインもねミサちゃんめっちゃくれるんで、そろそろちょっと振っていく。基礎能力はねわりかしね高くなると思います。とりあえず全部一旦 E に合わせましょうか。意外にあれだな、筋力が足りてないね。筋力が足りてないね。筋力を中心的に回収していく。3人てかエンジェルフラッシュが起きないな。ここはちょっと3人放出しておくか。騎馬モードと練習しないと筋力が稼げないかな、このデッキだと。あとゆかり様か。ゆかり様は筋力放出してくれるはずなんだけどな。お、ゆかり様の告白が来ましたね。これはチャンスコツを狙っていきましょう。おーい俺この選択肢好き。で、犬ですね。おー、いいね。ゆかり様も結構くれるね、ここで。もうここはおー、エンジェルフラッシュ4人いますね。ここはこれでいきましょう。おー、すげえめっちゃ放出された。あとはこれを回収すると、でね、合宿はねわりかし回復とかできるんですけど、監督評価を上げていきたい。本当にね女の子追いまくってるとね監督評価全然足りない時あるんで。うわ、ここもいる、マジかこことかすっげー回収できるな。でもまあちょっとここも行きましょう。いや、これはすごいね。だからね、エンジェルフラッシュがね何回発動できるかっていうのもね割と重要なんですよね。2回連続で来たのは初めてだな。
これは休憩して体力を回復させよう。9% とか、いやここら辺やばいだろう。ちょっとメンタルで一回回復させて回収に向かおう。ちなみにね、このハート5ターンだったかな、5ターン経つと消えちゃうっていう。いやこれすごいよね本当に。練習の経験点とか割とどうでもいいからね。ここはちょっと騎馬妹、いやこっちもいいかな、こっちの方が回収できるか。せっちゃんはねハートを放出してくれるんで、わりかしねちょいちょいね回復できるんですよ、こういうところで。いやいやいや、やばいでしょ。でこれも練習しない系でやるとね体力が回復するんで。で練習試合ですね、ここは代打かな。で監督評価はちょっと上げていきたいんで代打でも打っていきましょう。で少し能力を揃えていきますか。まずはじゃあオール D で、オール D くらいになってきたら少し金徳じゃなくて、なんだっけ、特殊能力も気にしていくといってもね、あんまりコツがないからね逆境くらい。だからもし木村ちゃんのね SR とか持ってれば、まあ対左は重いかも知れないけど、結構コツをいっぱいくれるんでね、いいかもしれないですね。打てないとねむしろ評価下がるからね、ここは重要だね。ほら、よーしめっちゃ点取られてんな。これはダメか、負けてしまった。ま、ハート回収がメインなんで。そういえばさ、佐伯ってさ、アプリの方でさ、イベキャラ化するっていうの決まったけど、まだイベキャラ化されてないよね。なんか3周年とかでイベキャラされるんじゃないかっていうのはあったけど、わりかし時間かかってるね、決まってから。で、あ、そうそうそう、左上のね、ハートが溜まると金徳のこれを排出してくれるんですけど、ちょっと待って、これどうしよう。ここでいくか。騎馬妹意外に評価が上がってないな。そう、筋力足りないからね、ちょっと騎馬妹は筋力を放出してもらわないと。おお、いいね、マジでいいね。投資家ゆかり様、これはどれがいいんだ、興味あるにしとく。これね、美術にすると流し打ちがね手に入るんですよ。で騎馬妹とかね芸術的流し打ち持ってるんで、どうしようかな。ここはこれでいくか。少しハートが減ってきたかな。足が痛い。でさっきなんかちょっとキラキラ光ってるハートが放出されたんですけど、あれをね回収すると金徳が手に入ります。で金徳の種類はその放出したキャラによって決まってるんですけど、ここちょっと回収してえな3人いるんだけど、ここ回収してえな。やろう。あ、そうで、この紫のやつはね怪我率ダウンですね。アーティスト、せっちゃん、よしよしよし。せっちゃんはね回復もしてくれるんで、まあ付き合いましょう。
ほっとくけど。ずっと放置だけど。よーし、初級骨ありがとう。で、木村ちゃん来たね。ひどいやつだなと。あとは糸端、怒るならもう早めに怒ってもらいたい。3人まあじゃあこれはここでいきますか。技術のでっかいのが浮いてるんで、しぐれちゃんの評価も上がるし、てかしぐれちゃんはそもそも彼女になってないか、まだ。ちょっと体力がきつくなってきたかな。あ、これ回復させよう。いいところに来たね、キワ妹。評価は上がらないけど、キバ妹もな、ちょっとデートしないからね、優先的に評価上げていかないとちょっとあれかな。これ1個だけか。でもまあここまで来てれば大丈夫かな。回収だな。いや、しぐれちゃんはね、ほんとでっかいの放出してくれるからね。チャレンジなくして成長なし、これどうすればいいの。手伝う。福井弁になってるね。全然わからんわ。3人まあここで回収しておきますか。かりんちゃんもわりかし筋力を放出してくれるのか。体力回復してくれるとめっちゃ嬉しいけどな。どうしよう、食べよう。体力回復してくれ。これは生臭い。おお、いいね。やる気が下がったけど。うわー、来たー。ミサちゃんはデートであげてくから、騎馬妹のリカバリーだな、これがちょっと必要。うわ、来た。フラッシュが来たね。やろう。この段階で木村ちゃんの評価がこれだったら、木村ちゃんの評価もマックスに持っていけるね。ここら辺からちょっとね、エピローグは考えていかないと無駄になるんで。木村ちゃん意外に大丈夫。どうしよう、ここで回復しておきたい。回復を踏んでおかないとちょっと厳しいんで、もその前に技術がいっぱいあるね。オール C を目指すか、まずは。でどこだっけ、ここか。しぐれちゃんをね、入れるとね、本当に技術はね、結構たまりやすいんですよね。このイベント何がいいんだろうね。まあ見守る。なんかやる気がそうそう下げられるんだよね。あとは騎馬妹か。ちょっと一回リカバリーしとこう。筋力も放出してもらいたいし。足大丈夫か、本当にこいつ。追加イベント起こってくれ。怒んない。で、5月の4週と。ここはこれでいこう。かりんちゃんがそうだね、結構筋力放出してくれるね。よーし、まあ一応嬉しいっちゃ嬉しいかな。お金の使い道、しぐれちゃんが告白来てないのか。これは。まあよくわかんないようにしとく。で、残り4周。こっ
こからねゲンチェルフラッシュ発動して回収するか。全部やろう。12345人いるじゃん5人とかあるんだ、初めて知った。ゆかり様の評価上げていきたいね。これはあれだ、騎馬妹の評価がちょっときついかもしんないな。いやちょっと訳が分からん、マジで訳が分からん。ここにしよう技術ポイント大丈夫か。大丈夫だね、溢れないよね。せっちゃんの評価は持ってけないかな。最初はせっちゃんせっちゃん言ってたけど、いやこれやばいでしょ本当に。あ、冷やし中華の熱々だ鴨川画伯、そうかこれも福井部であるからか。なるほどね。教えてもらおう。まあ最悪こういうのだから切っちゃってもいいかもしれないですね。あ、でもえ広角打法もらえるの知らなかった切らなくていいね。鴨川さん広角打法くれますね。で残り2周、ちょっと待ってね、これはもうマジでわからん。この2つがでかいんだけどな。ただちょっと技術余ってるからね。ここだな、ゆかり様の評価も上げつついこう。これは騎馬妹の評価がかなり厳しいね多分。まあでも R でもね評価マックスだと結構くれるからね。これまだ続くのおお最大値上がるんだ。で満塁男か。でラスト、これはどうする。ここが良さそうな気がするけど敏将か。これでかいな、でかいのがあるね。いやーここかな。でもここにしよう。結局経験点ってどれくらいいってるんだろう。最後のねエピローグでも伸びるからね。でここでエンジェルコマンドがもうなくなってエンジェルナインがいなくなっちゃったんで、あとはひたすらデートですね。ひたすらデート。ちょっとマジであれだな、技術があるな。意外に敏将ポイントもある。で精神やっぱりね不足するね。パワーヒッターミサちゃんのイベントがちょっと来てない。後指が意外に重かったかな。初球とかも取っていくか。満塁とかも取る。でお出かけのデートと。騎馬妹とかねデートしてもいいんだけどね。金徳にこだわらなければ騎馬妹でもいいんだけど、まあいっか。ちょっとミサちゃん行きましょう。基本的にね練習はねもうずっとできるんで、本当にね金徳もらえるの1人だけですね。だからね SR で全員揃えたからといって強い選手が作られるかって言ったら多分ねそれはまた別だと思うんですよね。あのデートしてる時間がないんで、だからね逆にね本当に SR で揃えてね強い選手を作ろうとするとちょっと俺はねなかなかね難しいと思います。天空のいいところは初心者でもね、経験点が叩き出せるっていうところにあると思うんで、まあ、いっかこのままで。普通のねデッキで組もうとするとエンジェルをね揃えられないんですよ。12人、多分12人普通に揃えていこうとすると相当時間かかるんで、まあ、かといってね練習効率がいいかって言われるとそういう方向でもないんで、まあ、なかなか難しいですね。まあ、一応あとは大丈夫かな。なんかすっげえ不安な不穏な空気が流れてんだけど、
俺が点を取っていかないと。まあ、虹谷だからね、そんなポコスカ打たれるかって言われると多分大丈夫だと思うんだよね。キャッチャーもね、雷くんがやってくれてるんで。どうなんだろうね、試合はやっぱり勝ちやすいのかな。でもうあとはひたすらデート、練習とかやる価値ないんで、評価上げだけだよね練習は。だ甲子園に入ったらちょっと騎馬妹を追っかけましょう。出てくるかどうか分かんないけど、騎馬妹の評価はなちょっと乗っけたいな。よし、みさちゃん来てくれた。あとは耐えろ、頼むぞ。おおまあいい、しょうがない。パワヒ1か、パワヒ1でアーティストを取ろうとするとちょっと厳しいよな。いくつ使う ?206 か。でももうパワヒをさ取れる機会ってないよね。ミサちゃん、あと普通にパワヒをくれる彼女キャラって誰なんだろう。まあそういうのねちょっと調べて入れてみるといいかもしれないですね。まあただそれでもミサちゃんの経験点はめちゃくちゃ高いんで。とあとあれか、そうか、上り竜になった場合は直取りをしなきゃいけないっていうのと失敗する可能性があるっていうところか。ちょっと B にはしておく。なんとなくオール B にしておこう。多分足りるはず、試合経験点とか加味すれば特能に回せるはず。よしよしよし、点を取っていこう。待てー危ねえ、とりあえずヒットにはなった。おいマジかよー、これは入ってはこない。一ノ瀬もねちょっと変化球がね多彩だからね、打ちづらいっちゃ打ちづらいよね。カーブかー、ほらよし、オッケーオッケーオッケー。天空追加点のチャンスです。ツーアウトランナー、もう怒りに変わってるわ。天空リードで、そして平山君に勝ってるわ。今日2打席連続でホームランを放っている。お、いいね、広角打法のおかげで持ってけたわ。よし、あとはもうマジで優勝したい。技術が余ってる、やっぱり精神足りてないか。あ、そうそうそうね、これねアップデートですげえ今更だけどさ、なんか普通にデートしてたけど、これ便利だよね本当に。進行度とか、二股とかやってるとね、あれ何回目だっけって結構分かんなくなっちゃうんでね。やっぱり回復のねポイントとかを把握しておいた方が効率いいん でそうすると何回目だからこれくらい回復できるみたいなね、そういうので調整できるんで。こっちは耐えろよこっちはこいつマジダメだダメダメのやつだな。ってことで金徳はアーティストの一つだけですね。まあ、全然、いやでもさこのデッキだったら全然いいでしょもうとりあえず取っとくか、せっかくだから。ほんと根性ねえなこいつもう。ってことはあとはもう何も取れないはずだから、とりあえずパワーヒタだけ取っとこう。試合で、有利になるんで逆境も取っておく。ちょっとミートを A にしておくか。あ、できない、足りないか、筋力が足りないね。で練習は、あ、せっちゃんもあとちょっとか、騎馬妹がいない。
キバイモートはこれちょっと無理かな。まあやっぱりね、本当は SR キャラを優先して評価上げたかったんだけど。お待たせ。これ何番じゃない？これ5番か。これはいい当たりだ。左中間大きいぞ。入った入った。4回の裏、天空攻撃に入ります。この回の先頭バッターは初球から。あ、これは行かないか。ただ2時台ヒット1本に抑えてるな。ワンアウトランナーなしという場面、木場橋今日2打点を挙げています。第3球を投げた。おお、スライダーか。少し意識しすぎたか。第4球を確かにめっちゃ意識したね。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。もう一伸び足りなかったか。ちょっと待って、もう一回。わあ、待ってこない。ホームラン2本打ちたかったけどな。キバ妹がいない。じゃあしぐれちゃんちょっと上げとく。もうここは本当に評価上げだよね。ちょっとでも評価上げて、ちょっとでも経験点を稼ぎたいけど。これでもう完全にキバ妹が絶望的になったな。40くらいは欲しいんだけど、せめて。ただ他のキャラでちょっとリカバリーできてるかな。ツーアウトランナー1塁という場面で木場橋投げました。だからね、糸形がね、起きなければね、めちゃくちゃ楽ですね。もう起きたら本当にしょうがないけど。第3球はどっちかっていうと起きる方が確率的には高いからね。4回の裏、天空攻撃に入ります。先頭バッターは木場橋。で、糸端がね、起きなかったなって思うと、エンジェルフラッシュのね、回数が少なかったりして、なかなかうまくいかないところがサクセスなんですけど。投球これから2球目。ボール、バッターよく見ました。カウンター2ボール。第3球を投げました。うわー、正面に行ってしまった。しかもゲッツー。8回の裏、天空攻撃に入ります。ハッピーはってるか。トップバッターは木渡し。今日3打点は来た。いった。よし、とりあえず決勝までは行ったんで。まあ最後1回練習できるよね、この体力量で。誰にする？しぐれちゃん。しぐれちゃんしかいない。じゃあ上げとくか。こいつもね、別にね、打ちづらいっていうことはないですね。たまにちょっとやっぱり引っ掛けられちゃうんだけど、カットボールとかで。少し能力を揃えますか。ミートは A にできそうだね。敏捷もいけそうだね。ちょっと待ってね。アーティストは取っておこう。で、これオールウェイいける？いや無理か、足りないかな。ちょっと待って。まあアーティストとか取らなければね、能力重視でいけばオールウェイとかはいけたかもしれないけど、まああとはちょっとエピロック経験とかに調整しましょう。ここで打って甲子園優勝してエピロック経験点もらってやると。天空先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁。このね、カットボールはちょっと引っ掛けちゃうんで。第2球投げました。インハイ際どい球、ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ナックはボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた。お、これは入ってこない。インコース低め。カウントはスリーボールワンストライクです。投げた。5球速い。伸びのあるストレート。ちょっと振り遅れたな。第6球はランナースタートを切った。どうしよう。OK、とりあえず1本いった。入った。西谷を頑張ってくれ。点は俺が叩き出す。先頭バッターはお前は投げた。抑えてくれ。まずは見送りました。第2球投げた。ほらよーし。いった。入った。
ぱりパワーヒッター取れるのがでかいよね。ちょっと今回コツ1だったけど、おお、これ入ってくるのか。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。意外にね、広角打法を取れたのもでかかったな、しぐれちゃん。知らなかったわマジで、広角打法とか。影響だよ。狙い目の球ではあったけどな。ちょっと待って、レフトフライ少し芯から外れたか。もう一回待ってきて、もう一回打ちたい。いやでももう満点かな。ちょっと待って、打った強い当たり伸びた。おお、パワーで無理やり持ってったな。今のはシュートで結構芯外されたかなと思ったけど、おお、天空ちなみに全然やってないんで、普通に初優勝ですね。さてあとどれくらいもらえるかな、エピローグ経験点が。せっちゃん、せっちゃんどうだっけね。31か。まあまあまあ、ゆかり様はでも結構くれるでしょう。50くらいくれるんじゃない。60くれるか。 OKOKOK、 ありがたいありがたい。木村ちゃんは、木村ちゃんも60欲しい。騎馬妹がねくれないはずだからね。よーし、で騎馬妹は40くれるかな。20か。ちょっと騎馬妹のケアが少なかったね。まあしょうがない、ミサちゃんでカバーしてもらおう。まあさすがにね、全員の評価を持ってくっていうのはね無理なんで、だからね、井戸端が起こった後に、あ、なんか全員の評価が上がる通常イベントが起こってくれるとすげえ楽だったりするんですけどね。8300とかいや点数出るわ。 R4 人連れて8300とか、だって普通の高校じゃ無理でしょう。これオール A いける？あ、絶対いけるわ。これでちょっとオール A にしましょうか、せっかくなんで。であとはコツを取りつつ、取れたコツは回収していきましょう。イプシキンも行くか。技術あるから守備職人取る？守備職人を取っていこう。あとどうだろうな、敏捷がめちゃくちゃあるね。ちょっと足速くするじゃん。いや技術めちゃあるわ。アベレージヒッターで150か。技術をめちゃ使うやつ、これ何？打球伸びか。打球伸びちょっと取っとくか。いやもう2個取っちゃおう。でアベレージヒッターが取れなくなるのか、その代わり。どうしよう、打球伸びじゃあ1にしてアベレージヒッター取ろう。で俺さ外野だよね。そうそう外野だから、送球も丸にしておく。チャンスどうしようかな。これ取ると送球取って、足速いから走塁取る。お、いいね、いい感じでいけましたね。ということで、まあね全然いいと思います、このデッキにしては。まあオール A プラス S で金属がねやっぱり少ないんで。でもさ、R4 枚入れて S3 作れるんだったら全然強いと思うんですよね。という感じに、今回はね多分エンジェルフラッシュがねわりかしうまくいきましたね。最後のね騎馬のリカバリーができなかったんですけれども、まあ、やっぱりね井戸端がもし起きなければさらに強い選手が作れたと思いますので、まあ、そこはね、何回もやって、まあ、簡単に言うと
まあ、天空中央あの SR が揃ってなくてもとりあえず女性を6人揃えればそれなりの選手が作れるんで、もう本当にね初心者さんの方におすすめの高校になりますので、まあ、ぜひね天空6また、やってみてください。デッキを組む時のポイントは、まあ、コツとあとねキャラがちょっと少しいれば、前と後の前後のイベント関係も、調整していただけると、全員彼女にできたりもするのかな、まあ、そういうところがハマってくれば、本当にね、強い選手作れると思いますので、まあ、やってみてください、というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。